意外な相棒ができるのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回は最終章の竹道の協力者についてお話をしていきたいなと思います。まあ、この竹道の協力者っていうところで、最近ねちょっとずつ出してるこのショート動画でも、今回出していくこの内容について軽く出していたところではあるんですけど、その動画の中でこの最終章での竹道の協力者、その協力者っていうのが候補が3人いるということでね、千冬と明石と拡張なのではないのかって話をしていたんですよ。で、この地風に関しては前回の動画で触れているので、詳しくはぜひそちらをチェックしていただければなと思うんですが、今回はこの残りの明石と拡張ですよね。どちらも竹道の味方についてくれればかなり心強い人物ではあるんですけど、それこそ拡張だった場合ね、拡張と竹道っていうのは幼馴染っていうのがあるわけなので、その幼馴染で最後は協力してタッグを組んでマイキーを救いに行くとかあったら、それはそれで面白いような感じもするし、明石だった場合は軍神っていうようなことが言われているわけなので、それだけ頭が切れる人物なわけですよ。っていう風に考えてみると、今後どういった行動をしていけばいいのかっていうのを明石が考えてくれる感じもするし、この竹読みと竹道っていうね、名前が似てる二人でコンビを組むっていうのもなかなか面白いですよね。この竹竹っていう感じで二人で動いてくれたらなかなか面白いような感じもするし、まあ、また明石さん呼びを見たいなってところではあるんですけど、なぜこの明石と拡張が竹道に協力していくっていう風に考えるのかっていうと、これに関しては最新話とか三点戦争とかの内容ではなくて、すでに発売されている24巻でも描かれてるんですけど、六原短大とブラフマンが初めて出てきたタイミングでの描写なんですよ。ドラケンと竹道がバブに乗っていて、イヌピーがぶっ飛ばされて六原短大登場してきましたっていう、あそこから先陣に気に入られるところまでの、そこまでの間の中で拡張が竹道に協力する可能性と明石が竹道に協力する可能性っていうのが見えてくるんですよね。っていうので、まずは拡張から言っていくと、この拡張に関してはね、今入院してる竹道の元にお見舞いに来る可能性があるんじゃないのかって話をしていたんですよね。それこそ関東事変の後に竹道が拡張の元にお見舞いに来ているっていうのがあったので、まあ幼馴染っていう仲もあるぐらいなのでね、その辺とかも考えてみると、今回はその時の逆パターンっていうので、入院してる竹道の元に拡張が来るっていう可能性は十分あり得ると思うんですよ。それこそ拡張に関しては関東卍会の六原短大が吸収されたっていうところで、ここからねこの竹道の入院先を聞いている可能性っていうのは十分高いので、まあ、何かの合間を見計らって竹道の元に来るみたいな、そういった展開は十分あり得ると思うんですよ。やっぱり拡張に関してもね、竹道と幼馴染なわけなので、普段は高校生をしてると思うんですよね。そう考えてみたら、まあ高校に行ってその学校帰りに来るとか、高校は別に義務教育ではないので高校に行かずになんか働いているって可能性はありますけど、働いているのであればその休みの合間を縫ってで竹道の元に来るみたいな、そういった展開も十分あり得ると思うんですよね。それこそこの拡張に関しては、初めて六原短大が出てきた時に竹道のことを六原短大に勧誘していたんですよね。なぜ竹道を勧誘していたのかっていうので、その理由はねまだ明かされていないところではあるんですけど、あの竹道の勧誘っていうのはサウスの意思ではないんですよ。サウスに関してはあの時に竹道のことを思いっきりボコろうとしてたんですよね。サウスはね、あの時ドラケンをぶん殴った後に、俺の下につくかここで死ぬかの二択だドラケン、なあ元一番隊隊長さんよ、何人ごとみてえな面してんだ、てめえの番だっていう風に竹道の前に迫っていたわけなんですよ。っていうので、もうこの時のサウスの顔がね、明らかにもうやっちまうぞみたいな顔してるんで、あの時のサウスは明らかに竹道をそのまま殴りそうな勢いだったんですよね。でもその場に明石が来たっていうので、ロカラタンダの下っ場がぶっ飛ばされて、明石が来たことで竹道はぶん殴られなかったっていう風になってくるんですけど、まあドラケンに対して言ったのがね、俺の下につくかここで死ぬかの二択っていう風に言ってるので、まあ竹道に関してもその二択が適用されるっていう可能性もあるんですけど、ただサウスに関してはね、自分の時代を作るためにこの六原短大を作ったっていうのがあるので、それだけ強い人物を仲間にしようとしてると思うんですよね。だからこそこのドラケンを味方にしようとしていたっていう風に考えてみると、竹道に関してはまあもう誰もが知っている通り、喧嘩は強くない
ないんですよ。そう考えてみると、サウスが喧嘩が弱い竹道を勧誘するかって考えたらそうは思えないし、そもそもこのマイキーをぶっ飛ばすっていう風に言った竹道に対して、てめえごとき三下がっていうようなことを言っているわけなんですよね。っていうので、めっちゃ竹道のことを下に見ているわけなんですよ。そう考えてみると、そんな竹道をわざわざサウスが勧誘するかって考えると、まあそうは思えないし、各長がいるっていうのを考えてみたら、あいつは大して喧嘩は強くねえみたいなことを言ってる可能性も十分あり得るので、サウスの意思で誘っていたわけではないっていうのがあるんですよね。じゃあなんで各長が竹道を勧誘していたのかっていうところで気になるところではあるんですけど、この時の各長のセリフとして一つ気になるのが、マイキーをぶっ飛ばすっていうことを言った竹道に対して、なるほど、それがお前が最前線に戻ってきたわけかっていうことを言っているんですよね。つまり各長に関しては竹道が動いている理由、その目的っていうのを知っている状態なんですよ。つまりマイキーをぶっ飛ばしたいっていうところなんですよね。でもこれってやはり各長からしたら、なんでこいつはマイキーをぶっ飛ばそうとしているのかっていうので疑問なところだと思うんですよね。だって各長からしたら、マイキーが闇落ちをしていることとか、未来でやばい状態になっていることなんて知らないわけですよ。で、もともと竹道とマイキーっていうのは同じ東京卍会にいて、マイキーは竹道のことをかなり気に入っていたし、竹道もマイキーのことを信頼していたわけですよね。その関係を知っている各長であれば、なんでこいつはマイキーをぶっ飛ばそうとしているんだっていう風になるのが普通だと思うんですよ。っていう風に、この時の各長のセリフを少し頭に入れながら、三点戦争での各長の行動っていうのを見てみると、一つ繋がってくる部分があるんですよね。あの時各長はマイキーに立ち向かっていったわけですよ。もちろんね、サウスから関東卍会を抑えろっていうようなことを言われていたから、関東卍会の方に向かっていったっていう風に考えるのも一つではあるんですけど、あの時マイキーは大して動いてなかったわけですよね。傍観している状態だったので、あの時に各長がわざわざマイキーの元に行ってマイキーに喧嘩を売るっていう必要はない状態だったと思うんですよ。その前に暴れている関東卍会のモブたちですよね。それとかサンズっていうのを先に止めていくっていう風にできたとは思うんですけど、真っ先に各長はマイキーの元に行ったわけですよ。じゃあなぜ各長はマイキーの元に行ったのかって考えたら、竹道がなぜマイキーのことをぶっ飛ばそうとしているのかっていうのを各長は確かめようとしたのではないのかっていう風に思うんですよね。マイキーに何があったのか、今までのマイキーと何か違うのかっていうのを確かめるためにも、各長はマイキーに立ち向かっていったのではないのかっていうふうに考えることもできるんですよね。そしてあの時各長は黒い衝動によって豹変してしまったマイキーのことを知ったわけですよ。もうまさしくその餌食になってしまったわけなので、もう昔のマイキーがそこにはいないっていうことを各長は知ったと思うんですよね。そうなってくると、マイキーをぶっ飛ばそうとしている竹道、そしてマイキーが変わったことも知った。で、竹道はそのマイキーをぶっ飛ばして救い出そうとしているっていうところまで各長が気づいたとすれば、各長が竹道にお見舞いに来たタイミングでそのマイキーについても話をするっていう可能性は十分ありえますよね。マイキーに一体何があったんだっていうことを竹道に聞こうとする可能性もあるし、各長に関しては一応竹道に恩があるんですよね。まあもちろん、もともとね、幼い頃竹道に守ってもらっていたっていうところはあるんですけど、各長にとって竹道がヒーローだったっていうところで、その恩返しをするっていう可能性も一つとしてはありますし、関東事変が終わった後の各長ですよね。竹道が各長の元にお見舞いに来てくれた時も、天竺が解散して各長っていうのはね、いざらも失ったっていうので、自分一人が生き残ってしまったっていうので、生きる意味っていうのを失いつつあったんですよ。でもその各長を後押ししてくれたのが竹道でもあったんですよね。天竺の夢がなくなったっていうので、各長にはもう何もなくなったと思いきや、それは各ちゃん次第だよっていうところで竹道が後押しをしてくれた。それに対して各長が感謝してるとか、竹道には恩があるっていうふうに考えていれば、ここで協力していくっていう可能性は十分ありえますよね。六原短大が吸収されたことによって、関東卍会に入った各長、つまりマイキーのそばにいる各長が竹道に協力してくれるとなれば、マイキーを救おうとしている竹道にとってもありがたい状況ではありますよね。そしてもう一人の明石に関しては、
これは竹道を勧誘していた時の明石のセリフの中にあるんですけど、まあ、その中に明石とか千住っていうのはブラフマンは関東卍会を潰したいってことを言ってたわけなんですよね。まあ、関東卍会を潰して悪い大人になろうとしてるマイキーを止めるみたいなことを明石は言っていたんですけど、その時に明石っていうのはブラフマンは関東卍会を潰したいけどマイキーと揉めたいわけじゃない、だからマイキーが心から信頼している花垣がどうしても仲間に欲しい、できることなら揉めずに説得したいんだっていうことを言ってるんですよね。このセリフから考えてみると、明石が関東卍会を潰したい理由っていうのはマイキーを止めたいからなんですよね。なんでマイキーを止めたいのかっていうところはちょっと引っかかってくるところではありますけど、まあ新一郎くんのことを慕っていたからこそ、新一郎くんの弟であるマイキーを悪い大人にしたくないっていう風に、まあ、考えているのかもしれないですが、そもそもこのブラフマンが作られた経緯っていうのを考えてみたら、千住がマイキーと戦いたいからこそ作ったチームなんですよね。つまりブラフマンを作った理由で考えてみると、マイキーと戦いたいから作ったっていうのがあるので、マイキーと揉めたいから作ってるんですよね。っていう風に考えてみたら、この明石が言っている発言っていうのは千住の思いとは別なんですよ。明石自身の思いとしてマイキーとは揉めたくない、揉めずに説得して止めたいっていう風に明石が考えているとすれば、なぜ明石はマイキーを説得しようとしているのかっていうところですよね。ここで一つの可能性として考えられてしまいそうなのが、明石は実はマイキーの闇落ちを知っているのではないのかっていうところですよね。まあ、これが明石が未来を知っているからとかタイムリーパーだからっていう風になってくる可能性もありますし、もう一つは新一郎くんですよね。新一郎くんがもしマイキーには闇の部分があるっていうことを気づいていたとすれば、それを明石に伝えている、明石にマイキーには闇の部分があるからそれが出てきてしまったらお前が何とかしてくれみたいな、そんなことを言われていたとすれば、その新一郎くんとの約束を守るために明石はマイキーを止めようとしているっていう風に考えることもできるし、まあ、単純に明石がタイムリーパーっていう可能性も一つとしては、まあ、あるかもしれないんですけど、ただ今までの描写的に明石がタイムリーパーっていう、そういった可能性は低そうな感じがするので、新一郎くんからこのマイキーの闇の部分を知らされてるとか、そういうマイキーの黒い部分ですよね、黒い衝動の部分とかを新一郎くんから知らされてるってなったら、まさに今のマイキーがね悪い大人になろうとしている、その黒い部分のせいで悪い大人になろうとしているっていうのを知った明石がこのマイキーを止めようとしているっていうに考えると、まあいろいろと繋がってくるところはありますよね。それこそこの新一郎くんに関しては未来史によってマイキーの闇落ちっていうのを知っていたのではないのかって話をしていたんですよね。まあもともと闇落ちをしているマイキーっていうのはずっと黒い竜の入れ墨が入っていたっていうので、その入れ墨を見た新一郎くんがブラックドラゴンっていうこの黒い竜と名前のチームを作ったっていう理由も、実はマイキーを救うためのチームっていうので作ったっていうふうに考えることもできるので、もしもマイキーにその時が来てしまったら、その時は頼むっていうので明石に託してた可能性もありますよね。もしその未来史で見た時にその闇落ちをしているマイキーのそばに兄である自分がいないとなれば、信頼できる明石に対して、その時俺がいなかったら俺の代わりに万次郎をお前が救ってくれみたいな、そんな感じで託していたっていう可能性もありますよね。もしそうなのであれば、各長にあの新一郎を忘れたかって言われた時に明石が怒った表情を見せていた理由にもつながってきますよね。そう考えてみると、未来で明石がね梵天にいる理由っていうのも、もしかしたらマイキーを救うためにずっとそばにいたけど、結局救えずに未来まで行ってしまったっていうね、そういった可能性もあるし、今関東卍会がね六原短大を吸収したっていう風になっているので、ブラフマンが解散した今ですよね。明石がもしかすると未来の梵天では明石が入っているっていうのがあるので、このタイミングで明石だけが関東卍次回に入ってしまっているって可能性も十分あり得るので、まあ、ただ明石に関してはね、すでに完全なる善人になってると思うので、あの過去を思い出したってところでね、千住と和歌と弁慶に全てを尽くすっていうところで自分の在り方っていうのを再認識した状態だと思うので、今もし明石が関東卍会に行っているのであれば、マイキーを止めるために近づいてるっていうふうに考えることができるので、この明石が竹道と協力してマイキーを止めようとするって可能性も十分あり得ますよね。
やっぱり竹道がねマイキーをぶっ飛ばしたいっていう風に言ったことは明石も知っているわけなので、竹道が今後動こうとする、そして明石がこの動いている竹道に気づくのであれば、この2人が協力していくみたいなね。でしかも竹道に関しては新一郎くんと似ているっていうところがあるので、竹道と明石が一緒に行動していくごとに明石も竹道に対して新一郎くんの面影を見ていくみたいなね。そうなってくるとこの2人の絆っていうのも深まってくるし、信頼関係っていうのもできていくと思うので、この2人が行動してマイキーを助けに行く、新一郎くんの意思を直接継いでいる明石、そして新一郎くんの面影をなぜか継いでいる竹道ですよね。この2人が協力して、もうまさにこの2人が新一郎くんを継いでマイキーを助けに行くみたいな、そういった展開も十分あり得るのではないのかっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回は最終章での竹道の協力者についてお話をしました。ぜひね、これについてかもとかありましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。その他次の動画でお会いしましょう。